セルゲイ・ボルトキエビチ、1877年2月28日から1952年10月25日は、ロシアの作曲家、ピアニスト。セルゲイ・エドワルドビチ・ボルトキエビチは、ハリコフ県、ハリコフに、ポーランド人貴族の息子として生まれた。アルテミフカの家族の所有地で幼い頃を過ごした。ボルトキエビチは、ペテルブルク音楽院で、レアドフや、 カール・フォン・アレックから音楽教育を受けた。ボルト・キエビチは1900年にサンクト・ペテルブルクを後にし、ライプツヒへと向かう。その地で、ライプツヒ音楽院に入学した。彼は、共に、リストの弟子であるアルフレート・ライゼナウアーにピアノを、ザ・ロモン・ヤーダス・ゾーンに作曲を指示した。1902年に教育課程を終了した。彼は、卒業に際して、シューマン賞を授与された。 1904年の帰国後すぐに姉妹の友人であったエリザベータ・ゲラクリトバと結婚した彼はその後ドイツに戻りベルリンに京を構える。この地で彼は真剣な創作活動に入るのである。1904年から1914年にかけてはボルト・キエビチはベルリンに住み続けていたが夏の間はロシアの家族のもとで過ごしたりヨーロッパ中を旅して回るなどした。 これらの旅は演奏旅行であることも多く、彼は同時代のラフマニノフ、スクリャービン、メトネルほどには優れたピアニストではなかったものの、1902年にミュンヘンでデビューして以降、数度のヨーロッパツアーを行う程度の腕前ではあったのである。一年間だけではあるが、彼はベルリンのクリント・ボルト・シャルベンカ音楽院で教団に立ち、そこで生涯の友となる。 オランダ人ピアニスト、ヒューゴ・ファンダーレンに出会う。ファンダーレンは1913年11月に、ベルリンで、ボルト・キエビチの、ピアノ競奏曲第1番オーパス、16を、作曲者の指揮、ブリュートナー管弦楽団の演奏で初演した人物である。19世紀のハリコフ、聖母飛翔天聖堂が見える。1914年の第一次世界大戦の勃発は、 ボルトキエビチの人生を激変させた。ロシア人であった彼は最初自宅軟禁状態となり、その後ドイツから強制退去させられてしまう。彼はハリコフへと戻り、そこで音楽教師として身を立てるとともに演奏活動も行った。大戦終結後に待ち構えていたのはロシア革命である。共産党員の接収により、ボルトキエビチとその家族は、 アルテミフカの土地を捨てざるを得なくなった。1919年になって、白軍の放棄により、共産党が土地を放棄し、彼は帰郷できるようになった。そこで家族の財産の再建に力を貸したが、すでに略奪し尽くされた後であった。しかしながら、この生活は短期間に終わってしまう。ヤルタへの移動中に、ハリコフが赤軍によって陥落したとの方は、 もう彼の一家がアルテミフカには戻れないことを意味していたのである。赤軍に包囲された地域には、ボルトキエビチの母と彼の姉妹、ベラの夫がいたが、チフスにかかりのボロシースクの混乱の中で二人とも亡くなってしまう。ボルトキエビチは、ヤルタからの脱出を願っていたが、1919年11月に無料で蒸気船コンスタンチンに乗り込むことに成功。 コンスタンティノープルへと無事に渡ることができた。コンスタンティノープルでは、スルターン付きの宮廷ピアニストであるイレン・イレゲーの助けもあり、ボルトキエビチは、再び演奏を始め、教育活動も再開した。彼は、数多くの大使館員の間で知れ渡るようになり、その中で、ユーゴスラビア大使の妻であったナタリア・シャポニッチと親しくなって、彼女に、 三つの商品オーパス24を検定している。彼女は、ボルトキエビチのために、大使館らの音楽集会の幹事をし、また、彼女とその夫の助力により、ボルトキエビチ夫妻はユーゴスラビアへのビザを得ることが、できた。ボルトキエビチ夫妻は、ベルグラード経由で、ソフィアへ赴き、そこで、オーストリアのビザの発給をしばらく待つことになる。 そして1922年7月22日、夫妻はオーストリアに亡命する。もともと、ボルトキエビチは、ウィーンではなく、バーデンに住むことにしており、そこに1923年まで泊まっていた。その後、彼は、ウィーンに移り住んで今日構え、5年にわたって、そこで暮らす。1925年にはついにオーストリアの公民権を得た。1928年に、 ボルトキエビチは6ヶ月間パリに滞在し、戻ってベルリンに住むようになる。1933年には彼は再度ドイツから逃れざるを得なくなる。ロシア人であった彼は今度はナチス迫害にさらされ、あらゆる演奏会のプログラムからは彼の名前が削除された。彼はウィーンに戻り、1935年にブレヒトゥムが聖一の号を居住地とする。 彼は、その後、生涯そこに住み続けることになる。この頃に、ボルトキエビチは深刻な資金難に苦しみ、何度となく友人のヒューゴ・ファンダーレンに資金援助を依頼した。このピアニストはいつでも気前よくボルトキエビチを援助した。また、この頃に、ボルトキエビチは、チャイコフスキーとフォンメック夫人の間に交わされた書簡を、ロシア語からドイツ語に翻訳した。これらの書簡は、 チャイコフスキーとナジェジダ・フォンメックの奇妙な愛情代、ゼルザマ・リーベ、ピーター・チャイコフスキー、エス・ウント・デア・ナジス・チャダ・フォンメックという題で出版された。ファンダーレンは、ボルト・キエビチの本を、オランダ向けに構成し、ロンダム・チャイコフスキー、エス・バイルダ・シンフォニーと題して出版した。第二次世界大戦も、ボルト・キエビチ夫妻にとって、苦難の時期となった。彼は、 終戦後の1945年12月8日に友人のハンスアンクビチクレー,ホーフェンに宛てた手紙でいかなる暮らしが続いているかを記している。私は今君に風呂場で手紙を書いている。ここなら狭くガス灯をつけたり消したりして暖を取ることができるので妻と共に這い込んだのだ。他の部屋は使えず私はピアノに触ることすらできない。今はこんな状態なんだ。 これ以上何が待っていると言うんだ暮らしはどんどん不快で無情なものになっていく。私は摂氏4度しかない音楽院で教えるんだ。それも時期にもっと低くなってしまう。このような悲惨な時期に彼はピアノソナタ第2番オーパス60など数多くの作品を残している。このソナタは1942年11月29日にウィーンの楽友協会。 ブラームスザールで作曲者自身の手によって所演された。オランダでは、ヒューゴ・ファンダーレンが1944年2月9日にアムステルダムにおいて所演している。第二次世界大戦は、ボルト・キエビチに絶望と破壊の歯を突きつけた。彼の印刷済みの作品の大部分はドイツの出版社に保管されていたが、ドイツに対する空爆により消失してしまい、彼は印税による収入を失う。 終戦時には、ボルトキエビチ夫妻は、肉体的、精神的にやつれ果てており自暴自棄に陥っていた。友人であり、主治医でもあったワルター・ツドラハルは、二人を、ウィーンのフランツ・ヨーゼフ病院に受け入れ治療を行った。1945年の秋、ボルトキエビチは、ウィーン音楽院のマスタークラスの指導者となり、 これによって彼が熱望していた金銭的球場の打破にいくらか成功することができた。この時期に彼は6つの前奏曲をオーパス66を作曲したが、これまでのところ第1曲と第3曲しか発見されていない。この前奏曲集は戦後にボルト・キエビチに必要な食料や衣服を送って支援したオランダ人ピアニストのエレーヌ・ムローランドに検定されている。 彼は1948年の引退後、ウィーン氏より名誉年金受給者に称せられている。ハンス・アンクビチクレー,ホーフェ編の温度により、1947年に、ボルトキエビチの音楽の記憶を保つために、ウィーンに、ボルトキエビチ協会が設立された。初回の会合は1947年4月10日に、シラープラッツのアカデミー図書館ホールで行われた。会議の結果、 11月から5月の拡大一月曜日には、ボルトキエビチの友人と教会の会員が、ウィーン美術館の家に集合し、多くの場合本人によって演奏される彼の音楽による演奏会を聴くことになった。ボルトキエビチ教会は1973年3月6日に、解散している。楽友教会大ホールウィーン中央墓地、カールル映画ーー記念教会1949年。 以降、主に戦時の年月を経た結果として、ボルトキエビチの妻は、双極性障害と診断され、これが彼の大きな悩みとなった。そうしたことがありながらも、彼の人生には、陽光が明るく差し続けており、1952年2月26日には、ボルトキエビチ協会とラバジ管弦楽団が、ウィーン楽友協会ホールで、彼の75歳の誕生日を祝う演奏会を、 開いた。ボルトキエビチは、指揮を行い、フェリシタス・カーラーの独奏で、ピアノ競奏曲第1番オーパス16、ヤロシュミートのバイオリン独奏で、ボッティチェッリの絵画によるバイオリンと還元楽のための、叙情的感想曲、春とパンは目覚める、オーパス44が演奏され、修学賞に、神よつーリを守りた前からの感動的な引用を、含む、公共曲第1番、 我が故郷よりオーパス52で閉じられた。これが彼にとって最後の大規模な演奏会となり、彼は1952年3月18日の手紙でその時の興奮を記している。それはファンダーレンに宛てた手紙であった。やっと私は大きな会場で大オーケストラ独奏者を要して自分の可能性を示す機会に恵まれた。批評家だけでなく、 私を知る者たちが驚いたのだ。私は75歳という年でこれほどの評価をされて、いつでも幸せを感じることができるのだ。ほとんどの場合、本当に評価される人の名声は死後に高まるものだから。ボルトキエビチは時折腹部の不快感に悩まされており、主治医の勧めに従って1952年10月に手術を受ける決意をした。 彼は二度と回復することはなく、その年の10月25日にウィーンで生涯を閉じた。妻のエリーザベスには子供はおらず、彼女は8年後の1960年3月9日にウィーンで亡くなった。二人は今もウィーンの中央墓地で眠っている。ボルトキエビチのピアノの流儀はリストやショパンを土台にし、チャイコフスキー、ラフマニノフ、初期のスクラービン、 ワーグナーそしてロシア民謡を盛り込んで発展させたものである。彼は20世紀の音楽の動向に影響を受けなかった。彼が自分を現代人だとみなしていなかったことは1923年に記した芸術家の新年カンスラー・イシャス・グロビンズ・ペケントニスからも知ることができる。彼の衣装はサイに入っており、想像力は色鮮やかで繊細、ピアノ処方は独特である。 みずみずしい楽器法は、感傷的な旋律を生み出す能力による支えと、不可分である。しかし、ボルト・キエビチは、単なる真似事をしたのではない。彼は、人生の中で得たあらゆる影響をした時期にまさに、独自の様式を編み出したのであり、その感傷的で、教習に満ちた音色はすぐにボルト・キエビチだと、認めうるものである。ボルト・キエビチの親友であった、ヒューゴ・ファンダーレンのおかげで、 我々は今もボルト・キエビチの音楽を楽しみ、またファンダーレンはあての多くの書簡から彼の人生について知ることができる。1967年のファンダーレンの死後、遺族が作品のいくつか、自助伝、回想録、エリン・ネルンゲンと数々の書簡、出版作品をデンハーグ私立図書館に移蔵し、それらは近年オランダ音楽院に受け渡された。音楽院は、 ピアノソナタ第2番オーパス60と前奏曲オーパス66の中の2曲の唯一現存する主候補を所蔵している。シラープラッツのシラー増約中、ロシア帝国に設置されていた行政区画としての件。役中、ウクライナの都市型教授区。1938年設置なので、現在のアルテミフ化にあたる場所の以下。1863年生まれ。 ドイツの作曲家、ピアニスト、音楽教師、リストとルイス・ケーラーの弟子。役中、ベルリンに本拠地を置き、ブリュートナーピアノ制作会社の講演で1920年代まで活動していた管弦楽団役中、日本では1453年を境として、イスタンブールへ呼び替えるのが通例だが、国際的には1930年の、 トルコ革命からの名称変更が通例。参照役中、フォン・メック夫人は一度も本人と会うことのないまま、チャイコフスキーと文通によって信仰を結び、14年間にわたり多額の資金援助を行った。AB 役中、ウィーン音楽院にはリンク先の通り複数の候補があるが、どの学校であるかは、元の英文記事では明らかではない。参照役中、 シュトットガルト中心部にある広場。詩人シラーを記念して名付けられ、広場中央にはシラー像が鎮座する。役中、楽友協会に通りを挟んで面する芸術展示施設。役中、ロシア帝国の国家だった曲。1917年2月革命で廃止。役中、世界最大級の墓地。ベートーベン、シューベルト、ブラームス等の著名人の墓がある。 ドイツ語では、東洋音楽ムジークでアセンズ1971年、P136 から169、オランダ語では、ファンダーレン翻訳で1939年7月、8月に、デゼベンデイダグ、英語では、BN ただに分けて、リコレクション時代2版、キャンテックスと2001年として出版された。訳中、国際司法裁判所などで知られる、デンハーグの美術博物館、 世界最大のモンドリアンの作品収蔵で有名。役中、1996年設立、2006年、独立。オランダの音楽遺産の保存を目的とした、中央機関。A.B. ザ・ロマンティック・ピアノ・コンセルト、ボリュームレイオン・ワレンスキー・ボルト・キエビジ。2012年11月3日閲覧。ザ・ニュー・グローブ・ディクショナリー・オブ・ミュージック・ミュージシャンズ、エド。 1980p70 ありがとうございます。